その真の目的は毛沢東の政敵を駆逐することだった。当時は毛沢東に代わって劉少奇、鄧小平らが権力を握り、資本主義寄りの経済政策をとっていた。江青は紅衛兵と呼ばれる1000万人を超える若者たちを動員。劉少奇らを反革命的であると罵り、権力の座から引きずり下ろした。大胆になりなさい。突撃し、攻撃し、破壊し、壊滅し、兵隊を組んで反乱を起こすのです。国家はあなた方のものです。